Miedo.上坂君、こんな顔してたんだ。キスはダメだったね。話して。次の火曜日、檜山さんと出かけるんでしょ。頑張れよ。お店のリクエストとかある？お任せします。じゃあ帝都ホテルのレストランに7時でいいかな？はい。大丈夫？火曜の夜、楽しみにしてるね。大丈夫ですか？落ちてます。どうしよう、どうしよう。初めて凛子先輩が慌てたところ見ました。どうしよう。酸いも甘いも経験した人じゃ。どうしよう。汚れ落ちてますよ。え、完璧に取れてないと嫌なの？先輩って完璧じゃないと嫌なタイプですよね。いつも完璧に準備しますもんね、抜け目なく。やっぱそれが成功の秘訣なんですよ。嬉し恥ずかし初体験を終え、私も一発の女になったつもりだった。檜山さんとのデートは断った。気になってる相手なのに。だってある程度年が近くて酸いも甘いも経験した人じゃないと。もう最近はおもちゃ必須。おもちゃがあれば下手な男でも大丈夫だから。世間は私の遥か先を行っていて、そしてこの前の旅行で混浴の露天風呂の岩陰で3回。バカじゃないの？いや、住谷先輩には言われたくないんですけど。え、運転中の彼に手でしたんでしょ？停車中に口だから。それこそあれですよ。さらに進化し続ける。処女を捨てて満足してる場合じゃないの。私は二段飛ばしで大人の階段登らなきゃ。ちゃんとできるようにならないと。つまり独り立ちできるまで練習するってこと？うん、特訓をね。そういうことで今日は一緒にお風呂に入りましょう。は？風呂？またなんかの思いつき。これから起こるかもしれないこと予習しといた方がいいでしょ。別にいいけど。女性陣の会話についていくのって大変そうだし。
これじゃ隅々まではっきりくっきり見えてしまう。何してんの？ちょっと待った！もういい？ダメです、私が先に入るから。いいよって言うまで入ってこないで。何？天木さんって突拍子もないことを言い出す割に中学生みたいに恥ずかしがってさ。悪い？なんか今までのイメージと違って面白いわ。私だって上坂君がそんな風に笑うなんて知らなかった。まだ？いいよ。暗。ごめん、何も見えないね。じゃあもっと近くに来たら？見えた？上坂君、こんな顔してたんだ。あ、檜山さん来てましたね。うん、同じ敷地にイケメン2人も、今日は眼福デーじゃん。そういえば上坂さん、今月も契約獲得数トップらしいですよ。そうなんだ。あの見た目でスタイルでもう完璧すぎるでしょ。結婚したい。いやいや、高望みだから。遺伝子だけでいいんだよ。酔わせて潰して、その隙にガブって。案外真っ向勝負でいけるけど。上坂さんに興味ないとか先輩どうかしてますよ。そうかな。ほら、凛子先輩みたいに何でもできて男に寄りかからないで済む人は、言うこと聞く年下男子とかの方が合ってんだよ。わかるかも。紐とか買ってほしい。紐ね、買っちゃおっかな。さすが凛子先輩、言うことが違う。行ってみたいよね。やっぱり完璧じゃないと、リンク先輩みたいに、ね、何でもできるかじゃない。はい、プラナーブの天木です。え？そんな急に言われても無理ですよ。営業部長の知り合いの娘なんでしょ、新婦が。あ、鬼が来た。我が社でかつてカリスマと言われていた営業部長、過去の実績が輝かしく、誰も彼に逆らえない。逆らった者はフルボッコにされるという噂だ。坂崎君。はい。今返事聞こえたか？
なあ、マリー。え、あ、いえ、マリー君が聞こえないってよ。はい。なあ、君、お客様が大金払って依頼したことをプランナーが答えないでどうするんや。それが君の仕事やろ。すみません、すみませんと違う。弊社の大切なお客様がお怒りになられてんねん。どうするんや。すみません、失礼します。部長、お客様の無茶な要望に一つ一つ答えることが私たちプランナーの仕事ではありません。何？じゃあ何が仕事やんや、君たちは。坂崎は予算内にプランを組みました。私の方でも確認しました。仕事を怠ってたやろ。今回のお客様がどれだけ大切か分かってんのか。どのお客様も大切です。払われた額は違うんや。そこを理解しろよ。君何年ここにいるんや。ですが、予算も日数も足りていません。それを何とか工夫して形にするのが君たちの仕事やろ。俺たち営業が君らの仕事を取っていきやってるんだぞ。部長。おう、上坂、ちょっとこいつらに言うたってくれ。やめてください、見苦しいですよ。揉めてるようだったので見積もり確認してきました。坂崎さんはじめプランナー部は何一つミスしていません。お客様と契約するために勝手に割り引いてご自身で首を絞めただけじゃないんですか。マリー。はい。これは本来僕ら営業が対応すべき問題です。すみませんでした。大丈夫？え、何が？よくあの鬼に言ったなと思って。上坂君もね。俺はかなりビビってたけどね。かっこ悪。部長に嫌がらせされたら言えよ。私が負けると思う？けど、俺の前では無理すんな。心配してくれてるの？うん。触れていたい、そばにいたい。きっとこれはただの吊り橋効果みたいなもの。初めての相手だから。そう、これは恋に似た錯覚。そっちお願いします。私写真撮影の方様子見ますね。
それただのセフレじゃん。俺も男だよ、遠慮しないから。無理だったら言って、すぐ辞めるから。俺の前では無理すんな。突拍子もないことを言い出した割に中学生みたいに恥ずかしがってさ、なんか今までのイメージと違って面白いわ。この関係を世間ではセフレというのだろうか。檜山さんとのデートは断った。気になってる相手なのに。次の火曜日空いてる？無理なら他の日でもいいので、都合のいい日教えてください。しつこくてごめん。どうも。上坂君も休憩？檜山さんと会うの？え？いや、別に。まだ返事してないけど。じゃあ行くなよ。え、なんで？出たな。です。はい。今ですか？今は休憩中です。後ほど。断らなかったんだ。もしかして上坂君も私と同じように。なんてな。冗談だよ。俺たちそんなこと言い合う関係じゃないし。何してるんだろう私。勘違いするところだった。そうだよね。じゃあ私先に帰るね。お、私たちの関係はただの協定に過ぎないのに。